少しずつ人間界にも慣れてきました。それは本当ですか？もちろんさ。お前さんは本当に運がいい。人間界に出てきたばかりで、すぐに俺のような顔の広い情報屋と出会えたんだからな。ダークエルフ狩りの情報は俺も知っている。確かノマドが一枚噛んでいたって話だったな。それをご存知なのですね。しかし、お前さんの情報から見るとちょいと急いだ方がいいみたいだな。ダークエルフといえば希少な取引材料、そうそう傷物にはされねえと思うが、明日行われる奴隷取引オークション、そこで競り落とされちまったならもうその先の行方を追うのは難しい。オークションになんとか乗り込まなくちゃならねえ。だが人間界にやってきたばかりの身でできる方法はただ一つだけ。いや、やめておこう。この方法は危険すぎる。やっぱり難しくとも地道に探す方がいいかもしれん。無論長引けば長引くほど妹さんがどれほどの目に遭うかはわからないが。そんな、私どんな方法だろうとやります。私は妹のためなら何でもする、その覚悟は決めてきたのです。それが商品として自らオークションに出て探し出し、警備をかいくぐって妹と脱出するという手段でもか。やめておけ、危険だ。もちろんです。させてください、その方法を。どういうことですか？どうもこうもあんたは騙されたのよ。今日のオークションに出される商品にダークエルフはいないわ。あんた以外ね。だけでも脱出しなくては。無駄無駄、その手足につけられた腕輪はね、魔力や大魔粒子を制限する機能がある。つまりあんたが外ではどれだけ強力な術師だったとしても、今のあんたはただの若い女ってこと。そんな。おい、そこのエルフ、お前の番だ、来い。
本日の目玉商品でございます。見てください、この宝石のように美しい褐色の肌、エルフの中でも特に貴重なダークエルフ。しかもつい昨日に人間界に来たようで、完全未使用の新品です。本来このような商品はもっと上のオークションで取引されるのが常ですが、なんとこの女、自分の妹を探すために自ら商品となると、我がオークションにつてのある情報屋に騙されているとも知らずに告げたそうです。何かしら裏があるのではとお思いの皆様もこれでご納得いただけたことでしょう。我々も降って湧いた行幸に預かることができて光栄です。そしてそれだけでもこの娘の純粋さは折り紙付きと言えるでしょう。さあいかがでしょうか。開始価格はいつもの10倍、5500からとなります。5600、6000、7500、ならば1万だ。何？ならばこちらは2万。21000。あの方は？22000、22001、26000、26001。の紳士の30万で落札です。待ってくれよ、俺はまだもう少し値を上げれるぜ。お客様申し訳ございません、こちらには皆様が快適に取引できるように大小様々な暗黙のルールがございます。どうやらお客様は初めてのご様子、まずはじっくりと流れをご覧になって今日のところはお帰りください。へえ、1ずつ上げるのはルール違反っていうのか。いくらならいいんだ。それは私どもから申し上げるわけには参りません。どうか本日のところは。じゃあ40万、これなら文句はないよな。それはそうでございますが。お客様、その額をご提示いただくことは結構でございますが、その本当に支払えるのでしょうか。は、何当たり前のことを聞いてるんだ。もう申し訳ございません、そのつい口が。払えるわけないじゃないか、だって俺の小遣い月に1000円だぜ。そうでございます。
の男を捕らえろ、殺せ。おい警備何をしている、あいつを捕らえろ。残念だが、その警備兵たちは俺が取引を引き延ばしている間に全て無力化させてもらった。この俺が率いる大魔忍特務中隊の隊員たちによってな。ガサが逃げろ。遅くなってすまなかったな。エレオノールだよな。君を助けに来た。私をですか。やれやれ、あの小悪小動物コンビが前に俺の隊員を出し抜こうと使った道具と同じもので助かったな。私なんかを助けてくださるのですか。頼まれたんだよ、白雪。彼女の名前を出して探しているという魔族の女がある悪徳情報屋に連れて行かれたという情報を手に入れたんだ。俺が心当たりがないか白雪に聞いたら、それは同胞のダークエルフかもしれないから、何とかして保護してやることはできないか。知っているのですか、白雪という名を。ああ、俺の部隊の隊員の一人だよ。御社で保護している魔族でもある。そうなのですか。ですが、この感覚はどこかで。あっ、どうしたんだ。逃がさないつもりですか。やっぱりあなたもあの情報屋と同じ。わかった、今話すから暴れないでくれ。リングももう外れたしな。だけどもう少しで白雪がこちらに来ると思う。俺は離れているし、いつでも逃げて構わないから、あと少しだけ待っていてくれないか。二度も同じ過ちを犯してしまうなんて、
妹に知られたら呆れられてしまいますね。本当？ええ、信じられる人物を信じないのは、信じてはいけない人物を信じるのと同じ過ちです。どうやら人間界に初めて来た不安と、妹を見つけなければという焦りで、そんなこともわからなくなっていたみたいですよ。先ほどの無礼、お許しください。世界は広いです。すみません、これで失礼します。